おお、おお、すごい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 。サンキュー、アンパンさん。いや、僕、アンパンさん。今日もマインクラフト P で遊んでいきまーす。というわけで今日はですね、前回ちょっと言ってたんですけど、これ、わかる？これ。これね、レッドストーン。ちょっとたくさんも、アンパンさんも また出ちゃった。アンパンさんはちょっと、レッドストーンの使い方がちょっといまいちわかんないんで、まあ、今日はね、なんとなく使うっていう程度にして、まあ、次回以降ちょっとね、ウィキとかを見ながら、ちゃんと使いこなせるようになりたいんですけど、まあ、ちょっとなんとなくね、いろいろ使っていきます。はい、よし、やっていくぞ。とはいうものですね、あんまりね、知識がないんですけど、なんかね、レッドストーンって、ほら、こういう感じで置けるのよ。置けるっていうか、引ける。で、なんかこれが、要は電線みたいなもので、まあ、例えばなんですけど、まあ、木材で、ちょっと今、扉を作ろうかな。扉を仮に作ると。で、あ、これ、ボタンを作ると。で、ここに扉を置くよね。置いて、ここにボタンを置いて、このボタンを押すと、見て。ボタンが、ボタンを押すと扉が、扉がほら、これわかんないね。扉が開く。そういうのがレッドストーン。口で説明するのは難しいけど。なんか要は電気的な感じですよ。電気を流して自動でドアが開くみたいな風に考えると、わかりやすいのかわかりにくいのかわかんないけど、なんかレッドストーンエラルみたいなね。そういうものが多分ね、流れてるんでしょう。レッドストーンはレッドストーンだというふうに覚えるしかもうね、わかんないけど、そういうもんです、なんか。自動装置を作るためのものぐらいかな。そういう感じかな。あ、レッドストーンブロックっていうのも作れるんですな。で、さっきだと押したらすぐ閉まっちゃったから、ここに今度はレッドストーンを1、2、3。ここに、これね、今のこれはレバーですね。レバー、スイッチじゃなくてレバーにすると、おお、ずっと開きっぱなし。ずっと開きっぱなし。で、こっち側に、ちょっともう一個レバー、もう一個レバー。もう一個レバー作る。レバーどれ？あ、これ、はい。もう一個レバーつけると、よいしょ。あ、ダメなんだ。ダメなんですね。こっちが、オンになってると、あ、ダメなんだね。ダメなんだ。難しいな。どうやったらいいのかな。まあ、例えばなんですけど、こうして、こういう感じは？あ、ダメだ。難しいな。レッドストーン難しいな。だから、なんか何したかったかというと、ここでこうやってやると、こっちで開いて、で、こう、扉入るじゃないですか。扉入って、こっちをやると、またこっちで閉めれるみたいなことをやりたかったんだよね。できないと。まあ、例えば、ここだと、ここだと、どうだ？ここにスイッチをつけると、あ、扉開く。はい。扉開く。レッドストーンなくてもいけるね。レバーはね。閉まんない。このあれだね。こちらから開けて、こっちから閉めるみたいなやり方をしたいよね。それはできないのかな。で、リスナーさんから教えてもらったんだけど、なんだっけな。ディスペンサーだっけな。ドロッパー？違うな。ドロッパーかな。ドロッパーじゃない。なんか、水を出す装置を作れますよ、みたいな。これは何なんだろうな。ちょっ
ちょっとドロッパーを作ってみよう。ドロッパー、ちょっとドロッパーを使えるようになりたいよ。わあ、かわいい顔がかわいいよね。でこの中に物を、例えば、まあ、じゃがいもでいいや。じゃがいも入れて、感圧板、これを組むと、あ、じゃがいも出てきた。もう一個、ほっ、あ、じゃがいも出てきた。もう一個、ほい、じゃがいも出てくるね。おい楽しいじゃがいも出てくる。じゃあもうちょっともう一回、じゃがいもを充填して、こう、これレッドストーンで、だからこう、こういくのができるのかな。あ、いた、あ、いたじゃがいも発射装置できた。じゃがいも発射装置、いいね、いいね。ちょっとこれを、だからこういう装置をいろいろ試していきたい。これがドロッパー。あとは観察者。観察者って何ですか。観察者、なんか急に異質な名前のやつがね、出てきましたけど、観察者、バイオハザードみたいな、なんか観察者。え、何これ、観察者って何、これなんだこれなんだ、これちょっとわかんないですね。発射装置、ちょ、これを作ってもらおう。作ってみて、発射装置、これをよいしょ、発射装置置くと、例えばじゃがいも、じゃがいも発射するとどうなるんだろう。いくぜ、じゃがいも発射。え、一緒じゃん、一緒だよ。木を発射させてみようか。発射、うん、一緒だな。え、ドロッパーと裏返ったけど、ドロッパーと発射装置の違いが謎だな。弓を撃てるとか撃てないとか、これは、はい、弓を発射。お、飛んでった。回収できるかな。あっちまで飛んでったよ、すげえ。ここまで飛ぶんだ。記録数十メートル。他にできる、なんかね、水を流せるっていうね。ちょ、水を、あ、ちょうどある、水があるんで、水を入れたバケツを押すと、おお、あー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 、レッドストーンももう何もかも、これどうしようこれどうしようかな。これどこに水があるという定義なんでしょう、これは。この辺かな。あ、なくなった。なるほど。これを使ってなんか、あっちの畑の水を流す装置を、自動化できますよって話。ちょ、それを今日は頑張ってやってみようかな。はい、砂漠まで戻ってですね、糸を持ってきました。ピラミッドの中にね、糸がいっぱいあったので、これで弓は、いっぱい作るぞ。そしてドロッパー、違う、うん、いっぱい作る。あ、興味津々丸かな。よし、材料も揃ったので、ドロッパー、いや、発射装置か、発射装置を、9個作りましょう。9個、あ、待って、あ、9個になった。そう、1個持ってた、1個作ってたからね、作ってたんで、これで発射装置が9個できて、ここに、こっちだ、こっち、こっち、こっちに取り付けよう。こっちに行くんだけど、水を発射というか出す仕組みがどこだったっけ。あ、ここか。ここでは一回あれだよね、潰さなきゃいけないってことだよね。ちょっとじゃあここを埋めちゃおうか。はい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 、よし。でこれで一回ここを壊そう。
やばい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 。俺の苦手なちびっちゃゾンビ。危ない危ない。ちびっちゃ。危ないよ。ふっ。合わせて。おーい。苦手なんだあいつ。おーし、こんなもんでいいのかな。どうなのかな。わかりませんが、とりあえずちょっと松明だけつけたいような。まあ、ドロッパーをちょっとじゃあつけようか。こっち方向でいいのかな。ドロッパーというか発射装置か、発射装置をこっち方向に、はい、つけて、でここに水入りバケツをよいしょ入れていきます。 OK、 これで全部に入れたぞ。全部に入れて、これだよね、レッドストーン、レッドストーンだよね。こういうことなんじゃない？こういうことなんじゃない？こうやってやっていって、で、真ん中かな？真ん中が、こうかな？ここっぽいな。よし。で、これで、あ、スイッチ作ってくる、スイッチ。よし。大丈夫かな？ちょっと動かす前に最終チェックをしよう。最終チェックを。こういくと、水が、こう縦に流れていくってことでいいんだよね。わかんないよ。さあ、運命の一瞬。これで、レッドストーンを使い、タクタクの自動収集畑が動くのか。いきますよ。せーの、ポチッとな！おー、いった！おー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 、素晴らしい！おー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 、すごい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 、流れてく流れてく、うわーうわー、羊もざわめいている。すごいすごい、これすごいぞこれ。まあ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 、流れてくるのにちょっと時間かかるけれども、なんか松明も流れてきてる。え、すげえ。でボックスの中は？お、入ってる。お、入ってる。入ってるね。土まで入ってるけど。おう。素晴らしい。ちょっと、鳥漏れがある。鳥漏れがあるが、おう、いいぞ、この装置は。これで、押すと？あれ？あ！もう一回押すと？おー、戻った。戻った戻った。いいね、いいね。やった、ありがとう。教えてくれたリスナーさん。ね、これで自動収集システムの完成ですよ。やった！レッドストーンちょっと極めたいな。あー、ここ耕されてたのに。はーい！というわけで、自動収集システム、ここに改良版が完成しました。レッドストーンを使って、で、発射装置だね。発射装置を仕掛けたことによって、こっちがね、ビューンって水が流れていって、収集できると。なんか前だと土をいちいち壊さなきゃいけなかったんですけど、今回はね、このスイッチをこうやって押すだけでね、押せないや。押すだけでもう簡単にいけますので、今後はすごい楽ちんに、畑でね、作物がいっぱい育つことができるのかなと思います。はい、という感じで今回はやっていきました。ただレッドストーンはもっと奥が深いので、まあ、いろんな装置とかを作って遊んでいきたいと思います。というわけでリクエストとかもお待ちしてますよ。ご視聴いただきありがとうございました。またご視聴お願いします。バイバイ。